焼けた香りっていうのもカレーのスパイスになりますんでね、すぐにね、こんな感じで、こんなゴロゴロしてるんですよ、これ岩ですね、これね。ドーン、どうも、山下DJです。はい、ということでですね、今回はですね、待ちに待ったね、この日がやってきました。なんと私、エアーズロックカレーを作ります。エアーズロック見てに、でけえ肉が乗ったカレーです。死ぬまでに一度は食べておきたいロマン飯。美味しくないと味がないんで、今回はですね、いろんな手法を使ってですね、最高に香り高い最高のカレー、前に至高のカレーっていうのをルーを使ったね食ってるんですけど、それと、対極になるぐらい美味しい究極のエアーズロックカレーです。ある飲み物使うとですね、マジうまくなるんですよ。ジャックダニエルを相当いただいたんですけども、せっかくねいただいたんで料理に生かしたいということですね。今回はこのね、ジャックダニエルテネシーハニー、味香りいいですよね、これね。バニラアイスとかかけて食べるのもめちゃめちゃ美味しいんですけども、この香りってすっげえ料理に合うなと思って、かなりいろんなもの使いました。一番これが合う料理、カレーなんです。隠し味に蜂蜜入れるでしょ、カレーって最高に合うんです。これ今回はこれを使ってですね、究極のカレーを作っていきたい。リュウジのバズレシピ、材料紹介です。もうシンプルです。なぜかというと肉が主役ですから。今回ね、豚バラ肉、使います。これ一塊で 600g ぐらい、大体ね 500g 以上あればいいと思うんですけども、今回ね、お肉を食べるカレーなので分量は多めです。超大盛りで2人分、玉ねぎは1個、大体 300g のね、中ぐらいのものですね。にんにく1かけ、これちょっとちっちゃいのでね、ちっちゃいのと2つ用意しました。カレールね、これサラダ油と蜂蜜ね、ハニーの香りにさらにハニーを足していくっていうようなものです。はい、あとこれだけです。で、あと、大事なのがこの、ジャックダニエルのテネシーハニーです。こちらの、ジャックダニエルでも一応できるんですけども、今回はテネシーハニーのこの香りを生かしていく、こいつを使っていきます。究極のエアーズロックカレー、このまま食べても本当に美味しいカレーなんです、これ。で、これを一番うまく作るやり方、やっぱりね、素材の味を確かめていくことが大事です。ということで、今回使う調味料を理解するために一番重要なこと、そしてジャックダニエルテネシーハニー、注いだ後ね、ここね、拭いた方がいいです。ね、ちょっとね、糖分がね高いからね、ちょっとねベタついちゃうんです。生のレモン、こうやって絞ってください。甘めなのが特徴なんですね。蜂蜜の香りとね、レモンが、ね、相当合うんですよ、これ大人の蜂蜜レモンです。じゃあいただきます。めっちゃうまい、これすっげえ飲みやすい。これは人気出るわ。レモンあった方がいいですね。レモンあるとね、酸味がピリッとなってレモンスカッシュみたいな。これをカレーに使ったらどうなってしまうのか、どうなってしまうのかっていうわけでやっていきたいと思います。本当はお野菜からやっていく方がまねで洗わなくて済むのでいいんですけども、今回ね、漬け込みがあるのでちょっとね、お肉からやっていきます。はい、このね、でかいブロックですね。普通だったら3等分で、3人前作った方がいいです。なんですけど、今回はちょっとロマン飯なんで、今回塊で食べたい、塊で食べたいので、もう今回はね、もう男らしくもうこれでいきます。豚バラの脂なんですけども、脂がなさすぎるとトロトロにならないんで、これぐらい3割4割が脂のものが、適してます。こっちはね、4ぐらい油ですね。これぐらいベストですね。あんまり油がありすぎても肉感がなくなっちゃうし、あんまり油がなさすぎても硬くなっちゃいます。なのでこれぐらいがベストです。フォークで刺します。こうすることで、より素早くね、漬け込みが終わります。で、中までね、よく浸透するんでね。そしたらお塩です。2つまみぐらい、まあ一応胡椒振っときましょう。パラパラパラっと胡椒の香りもね、肉の臭みをこう除去しますんでね。ここにテネシーハニー、結構ね、たっぷり使います今回ね。大さじ4杯ね、ここにこう入れてつけます。2杯3杯4杯、そして僕に1杯入れていきます。うまっ。これを、することによって、もともとがウイスキーなのでお肉が柔らかくなります。お酒の力でこう蜂蜜の甘みもつきますんでね、お肉に香りをつけるっていう、重要な作業になりますんで、この状態でですね、時間があれば30分ぐらいつけといてください。30分待てないよって方は10分とかでも、つけるとお肉に酒が染みますんで、これ置いときましょう。今
回はね、肉を食うカレーなので、他のね、具材は入れないです。入れるときはね、豆腐類とかね、多分合うと思います。はい。バーモンの香りとね、すごく相性がいいんだけど、入れたい方はそういうのを入れてください。この玉ねぎは、スライスしていきますね。できればね、薄めの方が僕はいいかなと思うんですけども、少しね、熱くなってもしまっても大丈夫です。今回のカレーはね、結構長時間煮込むので、玉ねぎはみじん切りにしなくてもトロットロになります。本当に玉ねぎはね、たっぷり入れます。これがね、味の、根幹となってきますんで。はい、オッケーです。はい、こんな感じですね。大きめな、ボールアップせずに加熱すると水分が飛んでですね、飴色になりやすくなる。だいたい3分ぐらいでいいかな。3分ぐらいやっていきます。ニンニクだけちょっと皮むいておきましょう。すりおろしで入れる。皮を切ってむいといてください。後でおろしますんでね。こちらとはさよならバイバイです。じゃあですね、こちらに油を引きます。漬け込んだ豚肉です。テネシアに漬け込んでますけども、同じ分量のジャックダニエルと少量の蜂蜜でも代用することができますんで、それでも作ることができます。で、油の火の方から焼いていきます。はい、糖分のあるお酒に漬け込んでますんで焦げやすい。なのでちょっと気をつけてください。表面に焼き目をつけて、ちょっと香ばしさをプラスしていく。表面を焼くことによって旨味を閉じ込めますみたいな表現があると思うんですけども、科学的根拠はないです。そういうの、肉の表面を焼くことによって旨味を閉じ込めるっていう表現はあんまり正しくはない。表面を焼き固めても旨味って煮れば逃げるんで、はい、こういう焼き色です。美味しそうです。でもね、普通に焼くよりはね、焦げ目つきやすくなってます。なぜなら、お酒の糖分が入ってるから。糖分って結構焦げつきやすいので、蜂蜜いい香りが、これを嗅ぎながら、うまい。かなりね、短時間でいい色ついてきます。で、まあ、こういう側面もね、できれば焼いてください。旨味が逃げるんだって焼く必要ないじゃんと思うかもしれませんけども、これで焼く意味は実はあるんです。なぜかっていうと、この肉の表面に焦げ目をつけて香りをつけるっていう、焦げ目をつけて香ばしさをプラスする、これがすごい大事です。そうするとね、煮汁にものすごいね、焼けた香りが移ってですね、非常に美味しくなるんです。できればこの6面焼いてください。こういう感じでね、焼けた香りっていうのも非常にカレーのスパイスになりますんでね。油の周りに入れるとね、すぐにね、こんな感じで全体的に焼き目がついたなと思ったら、これね、中ね、全然生です。はい、生なんだけど、もういいね、焦げ目がついたんで。そしたらこの状態でですね、電子レンジにかけてた、この玉ねぎ、こいつを入れちゃいます。電子レンジにかけると水分が飛んでですね、焦げ目のついた玉ねぎっていうのがすっごく短時間でできます。火加減は中火です。慣れてる方は強火でやっていただいても大丈夫です。玉ねぎは広げていった方が表面積が多くなりますんで、すぐに焦げ目がつきます。ちょっと焦げ目がついてきたり、これを繰り返す。広げて、焼いて、ひっくり返して、これをずっと続けていきます。はい、ひっくり返して、はいはいはい、焦げ目ついてますね。はい、これを何回も繰り返します。はい、こうなったら、はい、ひっくり返す。はい、この焦げです、この焦げ。結構茶色くなったなぐらいで止めちゃって大丈夫です。玉ねぎは少しだけお塩を振ると、この浸透圧で、水分が出やすくなりますので、炒まる時間が早くなります。はい、あ、こんな感じです。あ、いい色がついてきましたね。はい、この色です。そもそもね、カレーっていうのはインスタントコーヒーとか入れるじゃないですか、隠し味に。だからね、苦味はね、少しあってもね、美味しいんですよ、カレーって。あ、いいですね、全体的にこの色です、この色。さっき肉戻す。すっごい迫力ですね。これはもう楽しいことになりそうだぜ。はい、水 700cc 入れます。漬け汁後で使いますから、ちょっと置いておいてください。これね、漬け汁後で使いますからね。ちょっとね、肉が鍋にね、頭まで使ってた方がいいんで、電子浴させてください。豚はこういう鍋しかないんですけど、ある方は もう一回り大きい鍋の方がいいですね。一回沸騰させます。わかりますか？沸騰してきました。沸騰したら弱火です。弱火で蓋して1時間から1時間半煮込みます。玉ねぎをスプーンでこうほぐしながら食べたいんで、だいたい1時間半やるとこれぐらいの塊でもすごくホロホロになりますんで、飲んで待ちましょう。じゃあ1時間半後にお会いしましょう。それではですね、弱火で1時間半煮込みましたかね。こちらになります。はい、蓋してるんで水数はそこまで入れて、ちょっと減ってる。
ぐらいですね。柔らかくなったかなっていう指数なんですけども、こういう竹串一本はね、スッとこうついてください。で、抵抗なくお肉に通ったら、もうそれは楽園へのパスポートなんで。あ、これですね。これちょっと弱火にしていきます。調味料をね、入れていきます。苔のこのカレールー、豚の油と旨味が。で、油がちょっと多いなと思ったら、ちょっと上澄みすくってくださいね。肉のさっき漬け汁、ちょっと器変えました。これ今入れます。最後に加えることによって、このテニシーハニーの香りがすごい。今さ、テニシーハニーの漬け汁入れたじゃないですか。この香りが最高のカレーの香りするんですよ。これ嗅いでください。ニンニクもこの時点ですりおろしたものを入れます。あの、弱火にしていただいて、ここで混ぜます。ちょっとこうルーが溶けるような感じでね。で、ここでボコ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 やるとカレーの香り飛んじゃいますんで、弱火でいいです。長時間煮たんで、もうお肉もトロトロで、玉ねぎもトロトロでございます。蜂蜜、あのね、小さじにとりあえず入れてみてください。多分これぐらいですかね。ここでちょっと煮てください。甘みのあるカレーのがお肉と相性がいいので、アルコールを飛ばしていきます。漬け汁はね、結構アルコール残ってくるんで、少し煮込んだ方がいいです。そうするとアルコール分が飛びますんで。こんなゴロゴロしてるんですよ、これ。岩ですね、これね。弱中火ぐらいね、5分ぐらい。これで完成なので、盛り付けていきたいと思います。ご飯盛りますんでね、こうやってね。そもそもルー自体は4人前ぐらいあるんで、電子ハネが効いたカレーです。これをこう周りにたっぷりと流していきます。かなりルーが多いんでね。ドーン、ナイアガラをかけていきます。生クリーム合うんで、まあなければ別に生クリームいらないんですけども、あのコーヒーポーションとかでもいいです。ちょっとかけてあげると。はい、じゃあここにパセリをかけていきます。あ、どうですか。これを食べるまでは死ねない。エアドロッカー、ありがとうございます。それではできましたので、早速いただきたいと思います。いただきます。ちょっとね、このカレーは絶対ね、ジャックハニースカッシュがあると思いますんで、ちょっとおかわりを持ってきます。これはね、絶対にね、甘みのあるお酒合うと思いますよ。ちょっとそこから救わないとね。じゃあ、いただきたいと思います。このお肉の部分、スプーンだけでこんなに崩れるんですよ。これこれ、いただきます。あお肉はスプーンで崩れるぐらいホロホロになってるんで、カレーとの相性がマジヤバいっす。たまりの部分ジャックダニエルのテニシーハニーの香りがすごい。こんなにカレーに合うんだって思いますよ。このカレーはね、今やんなくてもいいです。死ぬまでに1回やってください。それぐらい美味しい。マリアージュがすごいですね。めちゃめちゃ自信ありますね。どなたか食べていただきたいと。スタッフチャンス、カモン。あ、どうぞ。あの、ジャック劇場へようこそ。これはもう撮影しててもずっとこれ飲みたかったんですよね。糖分が高い分ね、ちょっと下に進みやすいから、これが一番。お疲れ様です。うま、お世辞抜きでマジでうまいっすわ、うん、スプーンで切れるやわさでしょうか。いただきます。めちゃめちゃうまいっす。これ焦がした玉ねぎとかウイスキーのコクとか入って、これは言いたいんだけど、調味料ほぼないんだよこれね。はいはい、そうなんですよね。肉の感じはどうですか。肉の感じも最高ですね。このサイズ感なのに、口に入れたらめちゃめちゃ柔らかいですし、むしろなんかゴロゴロ肉のカレーよりもかなり食べやすい。そうですね。向こうで飲んでます。ごちそうさまでした。ということで皆さん、今回のエアーズロックカレーいかがでしたでしょうか。本当にうまいカレーができます。なのでぜひ皆さん作ってみてください。